こんにちは、月島です。イコライザーの使い方第5回目です。全4回のつもりで今回のイコライザー企画を進めてきましたが、付け加えておきたいお話がもう一つあり、延長戦に入りたいと思います。内容はイコライザーでもノイズ処理できるんですというお話です。目次です。ナレーションに入ったノイズの確認、イコライジングで処理をする、最後にまとめと次回予告です。それではナレーションに入ったノイズの確認をしていきたいと思います。ノイズが入ってしまった音声はプレイテックのギグバックの開封レビュー動画です。この動画は防音室の中で収録していましたので、ノイズは入りにくいと思っていますが、収録が終わって音を確認してみたところ、うーんという低いノイズが定期的に入っていました。再生してみますので音を確認してみてください。私がゴソゴソと物音を立てていますが、ノイズが収録されています。視聴にはヘッドホン推奨です。アナライザーを見てみると一目瞭然で 125Hz 付近にノイズが出ているのが確認できます。ナレーションしているところでも鳴っていますので再生してみます。まずはフェンダー USA のヴィンテージモデルのストラトです。ストラトですのあたりからノイズが入っています。おそらく家の外で鳴っている音だと思います。入ってしまった音は仕方がありませんので、次はこの音をどのように処理したのか見ていきたいと思います。今回のケースを2つに整理してみました。 1. ノイズは 125Hz 付近にのみ存在。 2. 125Hz 付近はカットしても声にほとんど影響はないという形になります。ではイコライザーのフリクエンシーを 125Hz、 Q 幅を5、ゲインをマイナス20dB に設定してみました。ローフィルターを有効にします。再生します。ローフィルターをオフにして再生してみます。もう一度ローフィルターをオンにして再生します。きれいにノイズを消すことに成功しました。次はナレーションがある部分でイコライザーをかけてみます。再生します。まずはフェンダー USA のヴィンテージモデルのストラトです。ローフィルターをオフで再生してみます。まずはフェンダー USA のヴィンテージモデルのストラトです。もう一度ローフィルターをオンにして再生します。まずはフェンダー USA のヴィンテージモデルのストラトです。こちらもノイズが消えていますし、ナレーションにも影響はないようです。次はまとめと次回予告です。今回のケースはノイズの周波数が1点のみではっきりしていることと、必要な音がナレーションの声のみでしたので、 125Hz 周辺をピンポイントでカットしてしまってもナレーションには影響がありませんので処理が成功しました。もし広範囲にわたるノイズが入っている場合はこうはできないと思いますので、ノイズ処理専用のプラグインが必要になってくると思います。
今回で初心者向けのイコライザーの使い方動画の企画は一区切りになります。次回はここまでの5つの動画を一つにまとめた一気見の動画を作成したいと思います。1本の動画でじっくりと見てみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ活用してほしいです。そしてその後はこの企画に登場したイコライザープラグインの中からいくつかをピックアップしてレビューしてみたいと思っています。また今後も音楽堂の動画を見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。